ワンステップ、自分がマネージャーになってある程度噛み砕いて、それでもやっぱりあなたの気持ちを聞かせてくださいっていう、私たちは伝えたいと思います。黙って笑顔でうなずいていただけるのが私だったら嬉しいかな。一歩こう踏み出してみると少しこう世界が変わってこられるのかなっていうふうに。困りごと第1位の気持ちの辛さや評価、ケア、治療についてです。質問1ついただいております。ご家族、妻からの、ラチマンからのご質問です。夫が癌の転移を知らされ、完治の見込みがないと医師に告げられた時から、将来への不安、恐怖、無力感と自責の念に苛まれています。そしてそのことを表現できる場所がありません。子どもたちには心配させたくないと思い、病状のこと以外は話していません。ましてや患者本人にはこんな気持ちを隠しています。さしてくれてはいますが、やはり本人が、一番辛いのだから、この感情は口に出してはいけないと思っています。同じ立場の家族とつながって、この気持ちを隠さずに話すことができたら、少しは気持ちが楽になるかもしれません。がん患者、家族だけで、患者の同席する場所ではなくて、今までの病状の経緯や心の中の不安や悲しみを吐き出せる場所があったらいいのになぁと感じていますというところでございます。今清水先生にお話を伺いたいなと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうですね、その自分の不安な気持ちを家族に話したら、大変なことになっちゃうんじゃないかなっていうことで、心の中に留めてらっしゃるんだろうなというふうには思います。ただその話したいという気持ち、まあお近くにそういう家族会みたいなものがあるかどうかはわからないんですけど、まあその気持ちに少しこう動かされてですね、一歩こう踏み出してみると少しこう世界が変わってこられるのかなというふうに思ったりします。まあ家族会がなくても病院には家族の気持ちをたくさん聞きたいっていう看護師さんとか身近にそういう方がいると思うので、この人なら聞いてくれるんじゃないかなって人にちょっとこう一歩勇気を出して話をしてみられても良いですし、まあ無料の電話相談、例えば対がん協会とかがやってますので、ちょっと対面だとまだ勇気が出ないっていう場合は、まあそういうものを少し考えてみていかれるのもいかがかなというふうにちょっと思いました。はい、ありがとうございました。大島さん、いかがですか。同じでしたね。やっぱり将来の不安とか恐怖とか無力感、それから自責の念、こう全てありましたね。まあ今も時々こういった気持ちが襲ってきたりしてますね。私の場合は清水先生の5年ぐらい前ですかね、清水先生のお話を聞いて、まあ、そういった気持ちになるのは、まあ、当然なんだよっていう話を伺って、なんかこう気持ちがこうすっきりとこう整理できたようなところがありました。なので、まあ、こういった気持ちになるのは、まあ、当然なんだよっていうところを周りの方が受け止めてくださると嬉しいなって思います。あとはまあ患者会でも、まあ、そういった不安とか恐怖とかですね、そういったお話をする場もあると思いますし、あとは私の場合は家族がいないところで大絶叫で泣いたりしてましたね。泣くっていうところも気持ちを整理するにはとてもいいなんか手段というか方法だなっていうふうに思いました。まあ、これも清水先生の本から参考にさせていただいたところなんですけど、はい、涙を流してみるとか辛さをちょっと言ってみるとか、まあ、そういったことはみんながあるんだよっていうところを周りがこう受け止めてくださるといいなと思いました。すいません、以上です。はい、ありがとうございました。長谷川さんからも最後ぜひお願いします。そうですね、私清水先生のご講演の中に家族も同じ苦しみを抱えてるんだっていういくつもの報告が出ているので、そして来たんです。これからのことを楽しむんだっていう心の話とこの質問の話がすごくリンクしてきました。
家族の、私は患者の立場なので、そこまでその家族に、どうしても自分が辛いっていうのは先に立つんですかね。家族もそんな辛い思いをしているっていうところに関して、今日先生方の話、またこの質問者の話を聞くので、私自身がそこまで考えることはなかったなっていうふうに思ったりしました。でそこでなんかこれからちょっとうまく言えないんですけど、いろんなことを話したいなっていうのは少し思いました。自分がどうしたいってことだったり、自分の、苦しみとか、別にそういったことは多分、いつも僕は多分話してるんだと思うんですけど、じゃあ、家族はどう思ってるのとか、なんかそんなようなことをなんか話して、見ると、ちょっと疑われる感じもするんですけど、なんだ急にみたいな感じで、なんかそういう場を、なんか僕自身なんか作ってみたり、そんなことをなんか思った。何ですかね、先生方の回答でした。はい、以上です。はい、ありがとうございました。本日は生きる味方を見つけるオンラインセミナー、共に歩むがん患者と患者家族というテーマでお送りをさせていただきました。皆様いかがだったでしょうか。長時間にわたりご参加いただきまして本当にありがとうございました。ワンステップ